よし、今多分録画が51分になろうとしてるんですけど、敵減らねえなこれ。やばくないっすかこれ。いや結構殺してるんですよ、結構殺してるんですけど全然減らない、本当に減らない、もうやばいんだけど結構。うわーでも傷薬買ったってよかった。でちょっと今必殺食らって真相なんですけど、生き残るね、力と防御力だけはねすごい強いからね。まあ必殺じゃねえよ、こいつ食らったんだ、こいつ食らってちょっと瀕死状態になっただけなんだ。まあちょっとね強いね、敵が強いよ、敵が強いっていうか敵が多いよ。死ね、よし避けられたらかなりまずかったな今の、多分死んでたな。いやー 78% で死ぬぐらいならいらねえ。でエリークはちょっとギリギリだったんでこの中乗せてるんですけど、おおすごいね。ディッセルちょっと逃げながら回復しようかなとは思ってるんで、逃げれねえなこれ、ちょっとやばいな。こいつがどこまで届くかなんでね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、あーここまで届くんか、きつ。うわー森逃げれないじゃん、ここ森じゃないよ、あここ森っぽいな、そこ行けるんだ。あーエフラム逃げてから、いや待てよ、エフラム一人ならいけるから、正直このすごい強い装備で。待ってよ、これ救出して逃げようか、救出逃げる、殺せない、殺せんのか。いやディッセル正直戦いたくないんだよな、ディッセルの場所とエフラムの場所交代してほしいな。いや無理だな、とりあえず逃げよう、で逃げて特効薬飲んじゃおう。おい回復がいないからね、もうアイテムご利用したよ。わっつせ、うわ全員ぶち殺しそうだな。あーなるほどね、こいつ素早さ早いけど攻撃力が超低いんだな、超低いっていうかエフラムは強すぎだって、これやったらゼロやろ威力ゼロやばいな、命中ゼロも、命中ゼロやばいな。あエフラム一人で任せるか、あでエフラム一人で任せます。こいつらこの後ろにおるやつはほぼ全員エフラム殺そうかな。エリークでねレベル上げしたいんだけどな、これはしょうがない、しょうがなしんです。はい行けエフラム、お前がナンバーワンだ。こうやって見るとアイクも強かったけどエフラムも尋常じゃないぐらい強いな。よっしゃー1時間半経ってるよ、やっとここまで減らした、結構時間かかったな。キャラクターは全然減ってません、全然楽勝だね、全然楽勝だったけど時間はかかったな。でこの左のやつちょっと届かないんですよね、まあこいつ使えば届くんだけど届かねー、届かなかった。でこいつとこいつがね最後すげー強いから、こいつをどうするかだよな、強そうだもんなこれ、攻撃が30、ふわバカじゃねえの、能力値バカじゃねえの。確かにね敵でねすごいね乾燥してる、能力が乾燥してる人が結構いたんだよね、相手が。俺バカだな、これやりすぎでしょ、こっちはまあまあまあいいとして、こっちやりすぎでしょ、マジか。でも敵多分出てこないと思うんですよね、鋼へえ、エリック結構強くなったのに、結構強くなって、これか絶対 A を押しちゃいけんじゃん、ダメやね、絶対ダメや、ね、うー命中 100% 必殺がないのがあれだけど、それでも命中が低いな。これ勇者の剣ね、勇者の剣のこれがでかいんだよな。でもね HP62 ってひどいな、しかも威力やばいな、回復できないしな。エリク、あエフラム、エフラムだったらエフラムでさえこれだもんな、強いな普通に。わわ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 言っちゃう。こいつが魔族とかだったらな瞬殺できるんだけどな、ちょっと
お、キルソード結構いいぞ。キルソードいいぞ。必殺の値値が16の命中81。お、アメリアいいぞ。アメリア使える。あ、まあ、正直言ったらキルソードとか キルの斧とかを使えば問題ないんだけど、とりあえずこれで待機するか。はい、残りしてくるから、はい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 、絶望しなせーん。くらえくらえ、惜しいぞー。あ、こいつもう死んだ死んだ。お、なんか来たし、びっくりするわ。エリークで倒したいんだよな。じゃあアメリアこいつ倒して、はい、オッケー。ふー、お、レベルマックスか。じゃない、ぴったりだっただけ。いい上がり方するな、相変わらず。もう、ま、もう、え、やばいな。もうやばいな。能力値やばいな。エイリークで倒したいんだよな。銀の、お、91%。必殺、91% で、さらに相手の命中が 86%、の必殺が 8% の確率で死ぬぞ。はい。オッケー。8% じゃねえな。8% 以下だよ。9% を乗り越えた後の 8%、 これは死なんわ。うえー、めっちゃレベル上がる。いいね、いいんだよ今回ね。エイリックめっちゃいい上がり方してるんだよ。ほら、もう能力値こんなんだよ。もう平均4か5ぐらい上がってるから超いいんだよな。今回絶対死にたくない、誰一人。これな、攻撃1から2、オッケー、問題なせーん。はい、ドキシュで、左のやつも倒そうかな。倒せないとか言ったけど、実は倒せるんだな、これがな。受け取る。倒せなかった、バカな。ちょ、銀ね、受け取っとくか。倒せなかったよ、倒せなかったよ。さあ来い。よし、とりあえずエイリークのレベルを上げたいからな、マジで。鋼もったいないな。ランスバスターでいいんじゃない。はい、ランスバスターいらねえ、まあ、武器として使えるからまだいい。あとこいつだな、こいつが、あ、やべやべやべ、2マス以内にいってる。これちょっとやばい、救出。これね、エイリークがね軽いからね、マジで助かる。あのエリーク結構ね、ピンチの時が多くて、で、持てないやつってところどころで死んでるんだよな。その代わりエリークはね、軽いからね、馬を乗っても軽いからマジでね、死ににくいんだよな。うふー、強すぎでしょう。ちょっと待ってよ、輸送部隊の受け取るの、キラーレンスか、キラース。あぶ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 。まあ、正直あの、うほ、出てくるね。まあいいんだけど、それは楽でいいんだけど。はい。はい、オッケー。こいつで、コーヒー。うん。与えて 30% か。はい、いいね。とりあえず周りのやつ倒してから。71%。威力12。威力11。まあ、いいね。いいね。とりあえず周りのやつを倒してからにしよう。エリックで倒したいな、せっかくなら。いいね、いいね。どんどん狙ってくれ。ファイヤー。よいしょ。敵が完全に出なくなるまでやりたいな。あ、出てこんくなった。よいしょー、ゲイ。あ、支援ができる、いつの間に。オッケー、戻す。テッセルで近くで行ってターン終了かな。キラーステイね。よし、必殺出ろよ。必殺は3倍だからね。よいしょ。あー、出ないか。おお、敵が出てきたぞ。くっそ、マジか。エリック、ランスパスター、どうすこい、どうすこい。オッケー。で、
ステル、そうだな、低い確率で死ぬ可能性があるな。交換特効薬もらいます。くそ、ここで特効薬使うなんてもったいないけど、いい、しょうがない。さあ来い、相手回復しちゃう。あー、せっかくダメージ当たったの、当たったのに。まあ、ギリギリになったらみんなで総攻撃するけど。ナイスバスター、バーシコン、オッケー。ああ、回復しちゃったよ。敵出てこんくなるまでちょっとあれだな、ずっと短所流しとこうかな。3ターンに1回必ず出てくるんかな。ああ、うざい。もういいや。鉄の槍。よいしょ。ターン終了しまくろう。ね、これ安全にいかないと。出てくるな、こいつら、マジで。なんで死ねや。痛い。さあ、こいつらうぜ。これはしょうがない、レベル上げのためだ。あー、でもエリックレベル4、あー、レベル HP40 か、結構高いな。どれぐらいで、あー、どれぐらいであれ進化させたっけ。結構間違えて進化させたようなイメージがあるんだよな。おほほ、やるね、やるでごわす。よし、敵が完全に出てこなくなったぞ。倒すか、とりあえず。とりあえず倒していくか。どうしようかな。エリックで倒したいから、あ、先に支援しようか。はい。こんにちは。エリック無事でいるか。はい。お、いいね。なんだ、このギャルゲーは。急にギャルゲーになったぞ。こんな目の前で。かわいいな、エリック。やべえ、支援も全部したいな。あ、支援できんか。お、支援できる。おー、いいね、ディステル。おい、よーし、よーし、倒すか。まずは郵送部隊の受け取るで、ジークリンデかアウトドアで倒すのと、こいつのやつも受け取る、けんけんけん。力5だからな。これ G 組むとやばいな。これで倒せるんじゃないかな。 G クリーンで、おお、強え。一撃で倒す、さすが。うえ、あ、一撃じゃないんだから。こっちは一撃、あ、一撃じゃない、ギリギリ倒せないな。キーニアスで、うわ、ヒニャス絶対死ね。死んじゃうな、手やり。うわーお、手やりじゃダメなんか。きついな。あ、ダメだ。手やりで9か。9で、ジークリンデが、あー、9でいいじゃん。よし。しないよね。リュッセルでしないよね。オッケー、オッケー。71%。
死なない。 38% 38の威力。ドゥーン、よし、オッケー。あ、60だったらこっちで死ぬな。ちょうどこっちで死ぬな。食らっても大丈夫。うん、で必殺出れば一撃だな。あ、ちょっと必殺ってかあれだな、オンにしよう。背景付き。よーし、エリック行け、来い。あ、必殺、あ、違った。うぃー、2くらえ、どうすこい。いいね、うぇー、めっちゃ経験値ゲッツ。いいね、これめっちゃレベル上がったんじゃない今回。力もね、なかなか上がったしな。よっしゃ、制圧やったぜ。終わった。お、次で最後か。次で最終章か。テーマの功績ということで、次回最終回、次回じゃないけどな、パートで言ったら多分3つか4つぐらい分かれると思うけど、まあね、次のね、戦いが最後ということで、今回終わりたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。